正月おばあちゃん家帰った？年末年始といったらおじいちゃんおばあちゃん家、おじいちゃんおばあちゃん家といったら障子。僕の中では障子、あの障子をねこう指でプシュップシュッって障子をこうブシュッて穴を開けるいたずらやってみたくなる時があるじゃん。やっぱこう触ってると、あ、これ穴開くんじゃない、穴開けちゃってもいいんじゃない、ブシュッってやって、あとでなんで穴開けたって怒られるみたいなさ、あるじゃん。ない、なくてもいいんだけど、いや記憶にある人はあると思うんですよ。障子と言ったらこう子供か猫が穴を開けるみたいな、バリバリですよ。障子はもう穴を開けるために存在してると言っても過言ではない。でも障子に穴を開けるの楽しいんじゃけど、開けすぎると怒られちゃうよね。障子に穴を開けると楽しいけど怒られる。それを楽しいし怒られないようにするにはどうしたらいいかっていうのをこの年末年始一生懸命考えとったんよ。でそうしたら、まあ一つの結論にたどり着いたんだけど、障子に穴を開けても怒られないようにするには芸術的にアーティスティックに穴を開けたら怒られない。だって絵描いても、あ、上手だねって褒められるじゃん、おばあちゃんとかに。だから障子にもこう芸術的に穴を開ければ上手だねって褒められるかもしれない。障子に穴を開けていきたい、しかも芸術的にと思います。やっぱ芸術的にって言ったら思いついたのは音楽に乗せて障子に穴を開け、穴を開けてから芸術作品に仕上げる、穴を芸術的に配置するとも、穴を開けた障子で障子本来の美しさが現れるみたいなさ、そういう感じにしていけたらなと思います。何言ってんだ、毎回この服じゃない。障子と言ったらおばあちゃん、違う、おばあちゃん家と言ったら障子、障子と言ったら穴を開けたい、穴を開けたら怒られるけん怒られないように穴を開ける方法を考えた。もうめっちゃ穴開けたいね。じゃあやっていきましょう。No one knows really to work.
というわけでね、こちらに障子のご用意が完了いたしましたので、穴を開けていきたいと思います。芸術的にね、この障子ミニチュアなんじゃけど、穴を開けていくって言っても指だと太すぎるんよね。だからこの縮尺的には爪楊枝がちょうどいいんじゃないかということで、これが僕の指という設定で、今からこうね穴を開けていきたいと思います。音もいい感じだと思います。作るの意外と楽しかった。芸術的って言ったら音楽だと思うんですよ。音楽に乗って穴を開けたら怒られないという予想が出ていますので、音楽に乗って穴を開けていきたいと思います。これは誰にも怒られない。頭おかしいやつじゃん。というわけで障子に目あり、違うね。というわけで障子に芸術的に穴を開けたいっていうチャレンジでした。毎回芸術的かすごい謎。まあ衝動が芸術的だよね。芸術家に後ろから刺されてしまう。すいません。これね、貼り直したらもう一回穴開けられるから、エンドレス障子です。で、音聞いてみ、音。